よろしくお願いします。じゃあこちらで、ね、終わるとき、キッコちゃんと、だったらキッココちゃん、キッコ、あ、キッココちゃん、キッココちゃん、キッココちゃん、キッコさんとキッココちゃん、そうそうそう、キッコさんとキッココちゃん、そう、キッココちゃん、その方がキッコ、キッコ、はい、じゃあキッココちゃん、キッココちゃん、はい、よーい、スタート。キッココちゃん、生醤油を料理に使うのはもったいないって思ってる、どういう意味だい？ありがとう、ありがとう。キッココちゃん、生醤油を料理に使うのはもったいないって思ってる人多いみたい。その考えが、ありがとう、うん、いいですね。ここ、キャップだよ。あ、これ？そう、かわいいね、かわいいよね。キッココちゃん、生醤油を料理に使うのもったいないと思ってる人多いみたい。もったいない、はいはい、今のもったいない、あ、もったいない、もったいない、いきます、せーの、もったいない、の、もったいない、せーの、もったいない、せーの、じゅわー、一回カットします、せーの、シュー、あー、うまい、うまい、最高、いただきます。よーい、せーの、はい、カット、はい、カット、一回カットします、はいはい、いいね、あー、うわ、かわいい、かわいい、いいね、いいね、本番、はい、よーい、せーの、はい、カット、はい、わかりました、よーい、はい、せーの、はい、カット、2人の顔、うん、じゃあこれでいこう、はい、せーの、はい、カット、いいね、わかった、スタート、じゅわー、じゅわー、じゅわー、一回カット、スタート、じゅわー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 、もう一回2人です。2人でもう一回顔見合わせて。ジュワでカメラいいんだよ。ジュワ。あ、よかった。ジュワ。ああ、いいね。で、最後2人で見合って、ねばっこいくよ。せーの。ジュワ。はい。いきます。せーの。ジュワ。ああ、いいね、いいね、いいね。もう一回だけ胸に入れして、グロ、せーの、ジュワー、ちょっと悪そうなやつだ、悪そうなやつ、いきます、せーの、ジュワー、はい、カット、はい、カット、大丈夫か、うん、ね、しちゃう、これ、いけない、いけない、いけないか、座らせてください、はい、うん、よいしょ、ありがとう、綺麗だね、このお花、綺麗だよね、かわいいよな、これかわいい、うん、蜂が来ちゃうよ、うん、かわいい、ちょっと確認中です、蜂が青が来ちゃう、そうなの、うん、青に来るの、うん、青に来るの、何に来んの、これも可愛い、見て、うん、これも可愛い、可愛いね、可愛い、
ゆずこの色好きかも。ピンク？うん。あ、これすっごい綺麗。ね、すごい可愛いね。うん。ピンクと緑。ピンク好き？ピンク好き。ピンク好き。なんか女の子ってピンク好きなイメージない？あるよ。ある。可愛いよね。可愛いね、これね。ハッピーは何色が好き？ピンクも好きだし。うん。でも青も好きだよ。青ね。青も好き。青も好き？水色が好き。水色好き好き。好き。うん。も可愛いよね。可愛いよね。うん、なんかこれさ、ここが茶色かったらひまわり。うん、そうだね。ひまわりよりもちょもうちょっと細かいかな。すっごいぎっしりじゃない？ね。6歳くらいの時あれユピーは何歳？7？6ぐらいの時に、うん、ハッピーが一番好きだった遊びは？なんだろうね、6歳って小学何 1？ うーん、1でも年長さんでもいいけど何好きだったんだろう。ゴム弾知ってる？ゴム弾。ゴム弾？ゴムでさ、ジャンプするやつ知らない。軽泥は？軽泥？警察と泥棒って走ってる。あ、あれね。知ってる。知ってる？うん。お人形は好き？リカちゃん人形とか。リカちゃん人形は？何今？バービー？バービー人形？何？何が流行ってんの？お人形。スタート！ジュワー。おー。な！キッコーマン！はい、じゃあありがとうございます。せーの、かわいい、はいはい、かわいいね、はい、カット、うん、あ、それだね、いきます、本番、はい、よーい、せーの、かわいい、せーの、料理は生でずるいほどうまくなる、生醤油はキッコーマン、のキッコーマン、はい、OK です、ありがとうございます。以上です。ユッピー天才じゃない？ユッピー、すいません、ありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。ちょっとこれ醤油もあるから使ってみる、はい、ね、ありがとうね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう、ゆうちゃん、せーの、はい、じゃあ、はい、撮ります。じゃあ、ごめんなさい、すいません、よいしょ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。いっぱい食べて大きくなるんだぞ。おいしい記憶を作りたい。今日は、うん、綾瀬さんに聞きたいことがあって質問を考えてきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 CM 撮影を終わって印象に残ってるシーンはありますか？あ、印象に残ってるシーン、そうですね、2人で一緒にゆずちゃんとあのお料理をして醤油をかけてうんってやったところは印象に残ってます。うん、ゆずのそこ楽しかった。あとね、ゆずは食べるところもね、食べるとこもね、美味しかったね。うん。綾瀬さんは2017年から搾りたて生醤油の CM に出演してると聞きました。はい、私が2歳の頃。お、改めて下生の好きなところを教えてください。うん、はい、もう味はもちろんなんですけど、こう使う時にね、この醤油の出る口からこうちょろっと出る感じとか、たくさん出たり、ちょっと1滴2滴とかできたりするところもすごく好きだし、うん、見た目も形も好きです。ゆずも全部好き。、はい、一番大きいのもあるもんね。ねー、いいよね、いっぱい使えて。
今回の CM では料理は生でずるいほどうまくなると言っていますが、はい、綾瀬さんがこのお醤油を使ってずるいほどうまく作れそうなお料理は何ですか？はい、今日あの鶏肉とバター、鶏肉とじゃがいもの料理を食べたけど、あのそれがすごく美味しくって、うん、バターとお醤油で真似して作ると美味しいものが作れそうって思いました。ゆずも作ってみようかな、ね、バター醤油。うん、バター醤油。はい。新生活が始まる季節ですが、うん、綾瀬さんの中で新しくスタートする計画はありますか？はい、今そうですね、寒いのでちょっと運動するのをサボってますが、うん、運動をしてみたいと思います。ゆずもね、運動する。本当？うん、運動してる？いつもあまりしてない。してない？じゃあやろう、うん、やるからね。今年の4月から小学校に入学するんだけど、うんうん、お友達をいっぱい作るにはどうしたらいいですか？あ、でもゆずちゃん明るいし、いつもそのありのままでニコニコ元気にいたら、なんか気が合うお友達がすぐ、うん、あ、この子だってわかると思うし、うん、いつも元気でおはようとか挨拶してたら、うん、向こうからゆずちゃんって来てくれると思います。はい、おはよう。おはよう。はい、いろいろな役の気持ちになるときに、うん、綾瀬さんが大事にしていることは何ですか？そうですね、そのやっぱりシーン、演じてるシーンによってその役の人の感情を大事に演じています。はい、ゆずは状況をちゃんと分かって演技をしてます。あ、なるほど。うん、状況も大事ですね。うん、はい、私はお芝居が楽しいなと思ってるけど、うんうん、シェフとかお蕎麦屋さんもいいなと思ってます。うん、綾瀬さんが6歳くらいの時には何になりたかったですか？ケーキとか作るパティシエになりたいなと思ってた時がありました。へー、ゆずもね、お蕎麦屋さんでデザート出そうかなと思ってるの。本当？うん、そうなの。いいね。いいね。はい、私が小学生になったら給食当番をするのが楽しみなんですが、うん、綾瀬さんは小学生の時どんな時間が好きでしたか？あ、でもね、給食の時間はすごく好きだった。給食当番楽しいよね。うん、楽しい。うん、ゆずはね、ご飯を食べるのがすごい好きだから、うん、給食当番さんになりたいな。おねえ、楽しかった、好きだった。うん、給食の時間、給食の時間好き。ね、うん、キッコーマン絞りたて生醤油の CM に出演しました綾瀬はるかです。加藤ゆずなです。この度美味しい料理にぴったりな生醤油の新しい CM が完成しました。キッコさんとキッココちゃんの楽しい CM です。このボトルと同じデザインの私たちの衣装もとても可愛くて見どころです。皆さんぜひ見てください。キッコさんとキッココちゃん、え、生醤油を料理に使うなんてもったいない。その考えがもったいない。料理は生でずるいほどうまくなる。生醤油はキッコーマン。キッコさんとキッココちゃん、生醤油を料理に使うのもったいないと思ってる人多いみたい。その考えがもったいない。じゅわー、いただきます。料理は生でずるいほどうまくなる。生醤油はキッコーマン。